この動画では最終工程一人で父英雄に挑みます。まだ1周目ですので装備や見切りの準備は不十分ですが、やれるだけ頑張ってみます。装備は奥義を固めるために片手剣と盾を装備しています。状態異常耐性をつけるためにインタリオリングは必須ですね。攻撃は火が弱点の時は不動剣、水が弱点の時は乱れ雪月下を使う予定です。見切りはご覧の通りです。アビリティが重要で火耐性、水耐性、オートパリー、 MP 回復の4つにしました。このような装備能力で父英雄に挑みたいと思います。なお最初に言っておきますが、難易度はカジュアルです。いずれは難易度ロマンシングまで挑戦したいと思いますが、まだ1周目ですのでご容赦ください。それではいざ父英雄へ。敵ら、迎撃するぞ。どうだ。甘いな。帝国のためと、そこだ。これで決める。せい。そこだ。せい。甘い。おれ。甘い。邪魔だ。甘い。くらえ。どうだと。せい。どうだ。甘い。くらえ。これで決める。くっ。これでどうだ。呪いな。甘いな。虫けらが。どうだ。甘いな。甘いな。甘いな。これで決める。くらえ。死ぬ。甘い。
どうだ。甘いな。受けてみろ。どうだ。くらえ。こりゃ甘いな。死ね。甘いな。ゆりゃ。甘いな。邪魔だ。これで決める。Come on.
せい。保険でリバイブアも用意していましたが使わずに済みました。カジュアルだからか攻撃の種類も少なかった印象です。そしてリメイク版で搭載されたアビリティの効果がかなり有効でした。これで1周目を終われそうです。最終工程が振り返るシーンが再現されているのは嬉しいですね。原作では父英雄の過去はわからないものの虚しさが表現されていた印象です。リメイク版がかなり高評価のようですので、このままヨマサガ3、サガフロ1もリメイクされると嬉しいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も難易度を上げてソロ工程クリアを目指しますので、またご覧いただけましたら幸いです。